ありがとうございます。ちょっとチューニング変えたりするのでちょっと喋ります。あ、ちょっと喋りますね。大輝くんはやめてください。どう、一個前の企画でもう歌っちゃってるんですけど、初めて歌う企画を出しましたっていう感じですね。あざす。なんかこのメンバーを集めた時に、実はもうドラムとキーボードはこの2人にやらせようっていうのが決まってて、そうで、ちょっとベースとドラム、ベースとギター誰にしようかなっていうのはちょっと悩んじゃったんですけど、まあ、この人たちだったらできるだろうっていうメンバーを集めてやりました。期待値高い、高めっすね、期待値が。まあこの後もちょっと喋るタイミングがあるんで、もう次の曲いっちゃいます。全部ぶつ切れになっちゃうから、ね。I'm
チューニングがあるのでまた喋りますね。なんでギタリストが歌ったのかっていうと、何がかっこいいかを見せつけてやろうっていうことで出しました。スタジオでもそのそういう感じで締めて、本番ステージで会おうっていう感じで締めてきたので、で服装も各々が思うかっこいいをもう見た目で松尾髪が深い格好で集まってもらいました。いけそうかな。はい、大丈夫です。じゃあちょっとここまで3曲、もしかしたら知らない曲あったかもしれないですけど、次の曲も全部、前半は永瀬が作った曲だけをやってるので、これ終わったら多分知ってる歌やるのでよろしくお願いします。
僕はいつも考えるんだ。いつまでも君のそばにいたいんだ。I wanna be with you。決まったね。決まったね。心拍数150。練習してきました。150ってやばない。死んじゃうよ。化け物いるんだよ。キーボードちょっとだけ上げれる？はいよ。無理なお願い。若干ボーカル上げてほしい回収。もうちょっとだけキーボード。ありがとう。
Woo!